皆さんこんにちは、ラバーダックです。今回は履帯、一般的にはキャタピラと言われるものを使った車を作っていきたいと思います。ちなみに今回作るのは機械的制御方式、つまりギアボックスを使った方式で、次回以降に電子式の制御方式もご紹介していきたいと思います。はい、ではまず今回はクラフトをしていく前に、履帯、キャタピラ、あるいは無限軌道なんて言われるものの旋回の仕組みについてご紹介したいと思います。今これまっすぐ進んでいる車両が右に曲がりたいとき、曲がる方法は主に3種類存在しています。そしてこの3種類は技術的な3段階でもあったりします。まず一番簡単な曲がり方は、右の回転だけを緩めて左の回転を維持するという方法です。こうすると徐々に、右側に偏ってきて曲がることができるようになります。これは最も技術的に簡単なもので完旋回といったりします。次にもう少しレベルの高い旋回技術になると、完全に右側の履帯の回転を止めるということになります。こうすると先ほどの完旋回に比べると鋭く右に曲がることができるようになります。この技術を新地旋回と呼んだりします。そしてもっとレベルの高いもの、現在においても究極的にレベルの高いものとされているのが、左の履帯の回転は維持しながら右を逆回転させるという技術です。これになると完全にその場で回転することができます。これのことを超新地旋回といい、日本では一丸式戦車などに採用されているのがこのタイプです。そして今回のクラフトでは超新地旋回ができる車両をクラフトしていきたいと思います。はい、ではやっていきましょう。ということで今回ご紹介する車の方はですね、特に何でもいいです。今まで作ってきた私のやつでもいいですし、皆さんオリジナルでもいいです。まあ動けば何でもいいんですね。で今回は、今まで使ってた軽トラック的なものを使わない理由としては、ちょっとね、いろんな機能を盛り込んでいくことによって回路が複雑になりすぎている、なので回路つなぐとき少し皆さんに見づらいかなということで、今回はねこの専用車を作ってみました。まあ、トナカイというか馬車みたいな感じですけど、まあ、装備としては普通にバッテリーがついている、そして、ダリンがついているという感じなので、まあ、皆さんもよくご存知のパーツで構成されているだけなので、特にね問題ないかなと思います。皆さんお好みの車で作ってみてはいかがでしょうか。ということで今回まずブロックからご紹介していきましょう。はい、まずブロックスの中からですね、T 字パイプ使います。これ新しく入ってきてますね。今まで使ったことはないはずです、 T 字パイプ。はい、で次ですね、ちょっといろんなパイプがたくさん並んでるんで難しいですが、パイプ交差というものを使います。これは十字路みたいな形してるやつですね。はい、あとは、直線パイプ、こちら使っていきます。いつも通りでしょうか。はい、次ビークルコントロール、こちらに行きたいと思います。で今回はキャタピラダーリン無限軌道というものですので、まずですね、このタンク中駆動ホイール中というものを使います。はい、これはですね、まあ戦車の、まあ、一番端っこについているタイプの、タイヤみたいなやつですね。それですね。それを選んでください。はい。そしてこちら次ですね、ホイール中、こちらも選択します。はい、これは真ん中の方についているやつですね。今から配置すると何が何だかよくわかるとは思います。はい。それができましたら次ですね、メカニックスの中からギアボックスです。久しぶりですね、バックするときに使ったやつですね、ギアボックスは。はい、これも選びます。はい、そして次ですね、プロポーションの中から、中型モーターを選びます。中くらいですね。小型モーターだと少し力が足りないかなという感じもするので、今回は中を選びたいと思います。なので皆さんも使う車は少しバッテリーを多く積んどいた方がいいかもしれません。はい。
で、次ですね。次、ロジックいきます。ロジックの中からですね、こちら、まず敷地ゲートですね。これは以前から使っているやつですね。ある一定の、指定した範囲内の数字を受信すると、オンオフ信号を発信するという感じのやつですね。はい、まずこれ選びます。その次ですね、その次ちょっと、これめんどくさいですが、クランプ、こちらも選んでください。はい。で、これで一応一通り揃ったのでやっていきたいと思います。はい、ではやっていきましょう。まずですね、最初に選ぶべきものはタンク駆動ホイール中です。これを前後、まあ、車のタイヤと一緒ですね、のように設置していきます。そして、ここで注意しなくてはいけないのは、いつものように右のツールバーの中から、方向矢印を出しておいてください。そうすると青い矢印がいくつも見えると思います。で、この青い矢印ですね、今まで出てこなかったこのホイールの外にある下向きの矢印ありますね。この下向きの矢印をこう前にしてください。はい、まずつけましょう。こんな感じですね。もちろん簡単にしやすいように対象もセットしておくといいかもしれません。今回赤ですね。はい、そしてですね、次後ろにもつけます。後ろにつけるんですが、こちら見てみてください。この矢印が、前習いの視線になるように並べてください。つまり前方向に矢印が並んでたら、全部のこのホイールの矢印が前を向くようにしておくことが重要です。そしてですね、ここの真ん中の矢印に関しても、この中抜きされていないプラスの方向が前を向くようにしてセットしておいてください。そうしないと、まあ、後々混乱の原因になるので、こちら気をつけておいてください。はい、次ですね。次、このホイール中をセットします。こちらは実際あまり必要ないパーツでもあったりしますが、実際の、戦車などにはこの真ん中にも車輪のようなものがついてますので、これもつけておきましょう。まあ正直いらないのかなとも思うんですが、はい、こんな感じですね。はい、セットしました。これで一応もうキャタピラは完成なんですね。で、まだスポーンはしませんが、スポーンするとどういうことがわかります。はい、ホイールの設置が完了しました。で、次はですね、このホイールに動力をつないでいきます。で、動力はモーターですね。皆さんどこでもいいですが、キャタピラの場合も何でも、やっぱり、重心のバランスが必要なので、後ろにバッテリーを積んでるということで、今回は前に中型モーターを積んでおきましょう。そして各部分、ホイールとつなぐんですが、注意しなくてはいけないのは、このギザギザしたタンク駆動ホイール、こちらに関しては動力を伝えることができます。しかしこっちツルツルの普通のホイールに関しては動力を伝えることはできないので、モーターに直接つなごうが何しようが特に意味はありません。なので今回はつながないようにします。で、ここからパイプ、皆さん今選んだパイプで、つないでいきますし、今回ちょっと、形状的には斜めパイプも必要かな。なので斜めパイプでここから床下に通していきます。で、パイプつなぐ前に一つ重要なことがあります。それはギアボックスの設置です。はい、こちら先ほどギアボックスありましたね。これを設置していきたいと思います。で、ギアボックスなんですけれども、バックさせる用のギアボックスなので、今回はこの矢印の向きはどっちでもいいです。トルク重視型かスピード重視型か前回習ったと思います。モーターに矢印が向いているときはスピード重視型、モーターにではなくタイヤ側に矢印が向いているときは、トルク重視型と以前説明したと思います。なのでそれを思い出していただいて、もし分かんなかったらもう一度ね、バックの回に関して、見ていただければなと思います。で、この矢印に関しても、この方向矢印が出ていることによって初めて表示されるので注意しておいてください。はい、ということでここにまず設置します。で、設置したらですね、後ろにも設置しちゃいましょう。これ4つ必要かな、最低2つでもいいんですが、まあ、ここに設置しておきましょう。はい、こんな感じですね。実際には、右車体の右のギアボックスを共通化して左のギアボックスも共通化する、つまりまあ右に1つ、
左に1つのギアボックスの構成でもいいんですが、まあスペースが余っているのでこんな感じで4つつけちゃいましょう。はい、でこのギアボックスを介して、パイプつないでいきます。でパイプつないでいくんですが、今回新しいパイプが出てきましたね。今これ直線パイプでちょっとつないでいますが、はい、ここまで来ると、パイプこの先どう伸びるかというと、まずまっすぐ伸びる必要がありますよね、そして横にも伸びる必要があると。合計3つ分岐が必要になりますね。その時使うのがパイプ交差です。これ設置してみますね。これ設置すると十字を切っているのがわかると思います。これは、まあ3つにパイプを分けてくれるタイプのパイプなので、こちらを使って動力を分散させていきます。さあ、そしたらこちら側のギアボックスに直線パイプでつないでしまいましょう。はい、そしてこれまっすぐまっすぐと。つないでいきますね。はい、まっすぐ。これは皆さんもかなり慣れてるんじゃないかなと思います。でこのパイプに関しては皆さん密閉というものもあるのご存知ですね。もう、こちらに関しても使っていただいてもいいですし、今回は私は皆さんに見えやすいように、密閉タイプじゃないパイプを使っているだけなので、皆さん多分クラフトの時は密閉使った方が見栄えはいいのかなとは思います。さあ、ここまで来ました。で、今回は2つ分岐すればいいので、次は T 字パイプを使います。はい、T 字パイプを使って、ここに設置するという感じですね。はい、こんな感じでできました。床下は完了です。では次ですね。次、回路を設置しましょう。回路に関しては、敷地ゲートとクランプというものを使います。まあ、今回は本来クランプじゃなくて敷地ゲートだけでもいいんですが、まあ、まず設置していきましょう。敷地ゲートは左右に一つ、右側と左側用ですね。はい、こんな感じです。あと、クランプも一応真ん中につないでおきます。はい、こんな感じで一応、もう、戦車のまあ、部品の部分は完成と言っていいでしょう。はい、続きまして設定に行きたいと思います。はい、では設定なんですが、上のツールバーから設定を選びます。まず重要なのがですね、これ、ギアボックスですね。下回ってみましょう。ギアボックス設定1対1、1対1になっていると思います。で、これをですね、今回は下の部分を2の比率2の方を1対-1、つまり一番左側に寄せておきましょう。これを4つともします。1こっちも、そしてここの部分も、はい、ここの部分もと、こんな感じにしておきます。これで OK です。で次、上ですね。上に関してはですね、こちら、先ほどご説明したと思いますが、D のキーを押した時に、1の値が出ますね。で、1の値が出たときは、右に曲がりたいということなので、こちら側の右のタイヤは逆回転を始める必要があります。で、その合図を出す信号として、この敷地ゲートを使う必要があるので、こちら側は高い敷地を1で 0.01 と、低い敷地は 0.01、 つまり D キーを押したときに、オンの信号が出されるように設定しておきます。で左側は逆ですね。次 A キーを押した時に左に曲がるわけですから、そして左側の、キャタピラが逆回転をするように設定するわけですから、低い敷地、こっち間違えないでください。マイナスの方はマイナス1の方が低い、ので0より低いのでマイナス1と設定します。そして上の方は高い敷地はマイナス0.01と設定しておきます。はい、これでほぼ終わりですね。そしてですね、こっちのもう一つクランプの設定ありますね。このクランプに関してはですね、これ何かというと、モーターの力を抑制するパワーがあります。まあ、モーターというかスロットルですね、で今普通にこうモーターと、このダリンのハンドルを接続すると、ダブルキーを押した時って1の信号がそのまま出ますよね。で、中型モーターって結構パワーが強いんです。なので、このパワーを少し抑えめにしたいな、例えば半分ぐらいの出力だけ出したいな、みたいな、S キーを、W キーを押した時に。っていう時に、このクランプ
は便利で、どんな数値を押しても、この指定した範囲内に収まる数値しか出力しないようにしてくれます。例えばですね、今回は、まず高い値は、0.5、1ではなくて 0.5 ぐらいしかパワー出さなくていいよと考えているので 0.5 とします。で、最小値も逆ですね。バックするとき、マイナス1のパワーは出さなくていいので、マイナス 0.5 と設置します。こうすることによって、W キー、S キーを押したとしても、1ではなく最大 0.5、S キーを押してもマイナス1ではなく最大 0.5 までしか、パワーは出ないようになります。こうすることによって強いモーターを少し使いたい時にも便利です。はい、で設定が終わりましたら、次ハンドルの方に行きましょう。で、AD と、WS 設定していくんですが、今回マウス感度に関して 100% にしておきますね。戦車の私のイメージとしてはキビキビ動くイメージなので、100にしておきます。戦車というかな、どちらかというとキャタピラーがついた、ロボットを想定してるのかもしれないですね、私の中では。で、もう少し緩やかな動きをさせたいなといったら、このマウス感度を、下げるとまた走りが変わるので、こちら設定しておいてください。こんな感じですかね、今回は。で、あとですね、設定できる項目、このキャタピラの部分もできます。グリップとか、トラック張力、これはあれですね、キャタピラ部分のこのゴムの部分がたわんでいるかどうかみたいな、そういう設定ですね。はい、こんな設定もできますので、皆さんお好みにしてください。はい、では次配線いきましょう。上のツールバーから配線を選んで、はい、ロジックですねを選んで、データを選択します。そしてまずですね、このハンドルの WS キーを伸ばしてクランプに接続し、クランプをモーターに接続します。はい、こちら簡単ですね。はい、次です。次 AD キーありますね。 ADこちらをそれぞれ式1ゲート両方に接続してしまいます。で、この両方接続したうち片方ですね、まず左側からつなぎましょうか。私の場合、この左側を、それぞれこのギアスイッチ、ギアボックスにつないでいきます。はい、ここですね、2つつなぎました。で、逆にこっち右側は右のギアボックスに繋いでいきます。はい、こんな感じでデータ終わりですね。あとは電気繋いでいけばいいだけなので、それぞれにこう繋いでいっちゃいましょうか。皆さんのお好きな方法で繋いでいただければなと思います。こんな感じですね。はい、ここ私はデジタルメーターというかメーターがついてるんで、ついてますけど、今回はメーター使わないので、配線しなくてもいいんですが、はい、こんな感じですね。はい、では完成ということで、スポーンさせてみましょう。はい、そうすると見てください。きちんとベルトがついてますね。これは先ほど申し上げた、前にきちんと習って、矢印向けてくださいねと言って、あれをきちんと並べると、これ自動的に出てくるようになります。で、逆に言えば、きちんと並べとかないとこれ出てこないので、出てこなかったら失敗ということで考えていただければなと思います。さあ、実際乗ってみましょう。よいしょ、乗ります。で、三人称にして見てみましょうか。まず W キーを押します。そうすると勢いよく走り出しましたね。これ、この勢いよく走り出したの、これモーター直接つないで1とかにしてたらもっと強力な感じで走り出してたので、0.5 ぐらい、もうちょっと低くてもいいのかなといった感じですね。で、結構キビキビこう動きますね。で、次、走らせながら次は D キーを押してみましょうか。 D キーを押してみます。そうすると今見えましたかね。ちょっと見えなかったので、もう一度 D キーを押します。そうすると、はい、右のキャタピラだけ煙を上げましたね。これは、急速に、逆回転を始めたということです。つまりは D キーを押したことによって、先ほど設定したギアが、1対1から1対マイナス1に切り替わったことによってこんな風になります。なので、今 D キーを押してますが、 D キーを押すことによって
って右のキャタピラだけ逆回転して左はまっすぐ回転しているということで、こういう風になります。で反対も一緒、こんな風になるわけです。でこれストームワークスの世界ではこのギアスイッチ、ギアボックスをこう酷使しても大丈夫なんですが、まあ、現実の世界でこんなに頻繁にギアを1からマイナス1に切り替えるというのはかなり耐久性の高いギアボックスが必要になることから、この、その場でピボットするような、キャタピラ方式、駆動方式というのは非常にレベルの高い方式と言われています。はい、ということでいかがでしょうか。このように、まあ、機械式の、超新地旋回型のキャタピラーを作ることができるようになりました。これによって皆さん大好きな戦車まあ、あるいは本来の使用目的はレスキュー目的なので雪上車なんかを作ったりすることができますし、あとクレーン車の頭じゃない足につけてもいいかもしれないですね。で次回はですね、電子制御式のこのキャタピラをご紹介していこうかなと思っています。またね、この機械式には非常にいい利点があってキビキビ動くことができますが、まあ電子式にもいい部分がありますので、そちらもご紹介していきたいと思います。はい、ということで今回はラバーナックがキャタピラ、離体、無限軌道まあ呼び方いろいろありますが、の機械式ギアボックスを使ったものをご紹介してきました。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。